ワットチャンローム、ワットチャンローム、タイ語は、タイの北部、スコータイ県シーサッチャナーライの旧市内となる、シーサッチャナーライ歴史公園にある寺院である。寺院は、スコータイ王朝の副王とであったシーサッチャナーライの、周壁内のほぼ中央に位置する。ワットチャンロームは、その場所で、仏陀の遺骨が発見された後、オーラームカムヘーンの命令により1290年に、構築されたことが、 ラームカム平ン大王秘部により伝えられる。壁岸のフッツザ像仏ウ仏壇の像の立像寺院の中心的構造物は正方形の2層の壇を持つスリランカ式のラテライトの仏塔である。ワットチャンロームの名は像が囲む寺の位であり、仏塔の第1層の壇の周りに立ち並ぶ39塔の像の立像による。像は壁面の前に ほぼ全身像としてあり際立っている。通常は半身だけのものであり、それらはスコータイで歴史公園のワットチャンロームやワットチャンロープなどに見られる。また、仏塔の第二層の基壇上には各面に5箇所、計20箇所に壁岸があり、かつて高さ1.4メートルの仏座像が全てに収められていた。それらの仏座像はレンガに漆喰を施したものであり、 そのいくつかが今日でも見られる。礼拝堂の遺構が仏塔の前にあり、同じく寺院の境内にはより小さな建造物がある。主な地域はラテライトで作られた厚い周壁に囲まれていた。ありがとうございます。